長野県の皆様こんばんは、ヤミーです。料理研究家のヤミーさん、たった3ステップでパパパッと美味しい料理を作っちゃうスペシャリストなんです。今日作るのはクリーミーソースのミートボール。意外な組み合わせが美味しいスウェーデンの定番家庭料理を作っちゃいましょう。今日も楽しく3ステップクッキング。ステップ1、種を作ります。ボウルに玉ねぎ、合いびき肉、パン粉、卵、塩、胡椒、ナツメグを加え混ぜ合わせたら、粘り気が出るまで手でこね合わせ16等分にして丸めます。ひき肉の粒がなくなるまでよくこねておくと、焼いた時に崩れにくく綺麗に仕上がりますよ。ステップ2、焼きます。フライパンにサラダ油をひき中火にかけ、ミートボールを並べます。向きを変えながらじっくり焼き、火が通ったらミートボールを取り出しておきます。焼いている時に触りすぎるとミートボールが崩れてしまうので、底の部分が焼けて固まってから向きを変えましょう。ステップ3、ソースを作ります。フライパンの汚れを拭き取り、小麦粉、ディジョンマスタード、水を加えて混ぜ合わせます。そこに生クリームを加えて再び混ぜ合わせてから中火にかけます。塩を加えて味を整えながらとろみをつけます。とろみがついたらミートボールを戻してソースを絡めます。そしてお皿に盛り、ジャムとクレソンを添えれば完成です。豚肉とベリーの相性本当に抜群なんです。食わず嫌いせず、ぜひお試しください。クリーミーなソースで煮込んだ心がほっと温かくなるひと品です。テレビの前の皆さんも3ステップで簡単ヤミー。レシピは公式ホームページでもご紹介しています。ではまた来週。焦げついたフライパンって洗うのが大変ですよね。そんな面倒を解消してくれるのが焦げ付き消火機能です。コンロが焦げ付きを感知すると自動で火が消えるので、鍋底の焦げ付きがごく一部で済みます。これならお料理もお鍋もセーフ。とろ火で煮込む料理も安心して煮込むことができるんです。皆さんもガスで美味しい時間を過ごしてみませんか。プレゼンテッドバイ長野都市ガス。